ゆです。はい、ってことで今日はまあタイトルにもあった通り、秋のわらびスリールックスコーデということで、黒のわらびを使ったスリールックスコーデをまあ簡単にご紹介していけたらなと思います。まあ、結構 TikTok とかあのインスタとかでこの黒のわらびの、 あのコーディネートしてくださいとか、なんかどういう風にやればいい、着ればいいですかとか、いろいろ意見とかコメントをいただいていたので、まあ今回はそれを動画にしちゃおうかなと思いますので、ということで、では早速1コーデ目に行ってみましょう。レッツゴー。はい、ってことで1コーデ目ですけど、こんな感じです。まあ秋でそのまあ季節的にも少し肌寒くなったりとかするところに、まあダウンベストっていうのを合わせて、でまあ、全体的に黒で締めながらも、まあ、足元もしっかり黒で合わせて、なんかちょっとインソックスは白で合わせながらっていうスタイルになってます。こんな感じですね。中の T シャツを、まあ、黒とかにしてもいいと思うんですけど、まあ、僕は全体的な黒が多かったんで白の T シャツを入れました。ちなみに上からカーハート、これがヌプシのダウンベストですね。古着です、これは。で、中の T シャツがユニクロ U で、パンツがポーラーの Q3 デニムになってて、靴がわらびになってます。1コーデ目以上。はい、ということで2コーデ目になります。こんな感じです。はい、このコーデはまあホワイトパンツにわらびのハイカットを合わせたコーディネートになってます。まあちょっとまだ若干ね、暑い、昼間は暑かったりすると思うので、まあ、シャツで脱いだり羽織ったり着たり、調整できるような、コーディネートにして、でホワイトメインで着てってところに、まあ、明るめの青のシャツを組み込むことによって、まあ、なんだろう、明るいイメージを持たせるっていうか、まあそうですね、こんな感じの色合いになります。シャツはなかなか結構ね着たりするんで、意外にあんまり見せてないですけど、シャツ結構着たりするんで、暑かったらまあこんな感じで斜めにかけたりたすき掛けっぽくして、まあ、こういう着こなし方もあると思うので、まあ、シャツはやっぱり一番万能になってくるかなって思います。でシャツにはビーニーじゃなくてあえてキャップを合わせることによって、僕はなんかシャツにはキャップを合わせたいっていうなんか勝手なイメージっていうか好みがあるんで、キャップを選ばせていただきました。はい、ということで足元はこんな感じですね。ギリかかとがつかないぐらい。このパンツは折ってないでストレートに履いてますね。一折りしないでちょうどいい長さのパンツになってるんで、そのままギリギリかかとつくつかないぐらいですかね。結構僕とかよく見てもらったら分かるんですけど、かかとのところ
もうほつれちゃったりしてるんですよ、踏みまくったりして。まあでもそれも一つの味なのかなって僕は考えてるんで、全然ほつれてしまったりしても気にしないで、一つの味として生かして履いております。はい、ということで僕の2コーデ目はこのホワイトパンツとわらびシャツキャップを合わせたコーディネートでした。はい、ということでラスト3コーデ目になります。こんな感じですね。これも最初のデニムで紹介したポーラーの、これはビッグボーイなんですけどの、まあ普通にブルーデニムにワラビーを合わせて、で中のインナーユニクロ U 着て、で上はカーハートの白のスウェットを合わせることによって、すごい明るいイメージっていうか鮮やかな雰囲気が出るかなっていうのが思いますね。鮮やかな雰囲気をちょっと出してます。この白のスウェットが結構僕お気に入りで、わりかし着てるんですけど、このまあホワイトすぎないところ、まあ、若干ちょっとグレーがかってるっていうところと、あとはこのデニムのこのね色の相性がもう抜群なんで、僕はもうこれの組み合わせで結構着ることが多いですからね。でまあやっぱり僕といったらビーニーなんで、まあ秋になってようやく涼しくなってきて、ビーニーを被る時期が多くなってきたので、すげー愛用しちゃってますね。はい、靴ねこんな感じになってます。かかとはギリギリつくかつかないかぐらいで一折りして履いてます。はい、僕の参考デメでした。はい、ってことで今日は僕のワラビーを使った秋のスリールックスコーデでした。いかがでしたか。はい、ということでまあね、いろいろ参考にしていただけたらすごい嬉しいですし、これからの秋の季節とか冬の季節にワラビーとか重宝できると思うんで、まあ、ぜひまだ持ってないよって人がいたら、黒のわらび買ってみるのありなんじゃないかなって思います。ちなみに僕も勝也も持ってて、僕はハイで勝也はローですので、ぜひよかったらわらびの方のチェックもしてみてくださいってことなんで、また次回の動画でお会いしましょう。お楽しみに。